イエルです。私は現在群馬県渋川市の方に来てます。そして見えますでしょうか、棚下不動の滝ということで、まあ桜も終わりかけのこの時期、滝を見ていこうというところでね、本当はちょっと下で撮りたかったんですけどね、なんかねすげえ工事してるというところで行ってみたいと思います。見えるかな、利根川がゴーゴーとね、流れておりますね。この2日間ずっと雨が降ってたんでね、すごい水量だね。そして、駐車場から480メートルあるらしいけども、ここを登っていくとあるらしいですというところでね、いやいやいや天気もあんまり良くない、曇りですね。あーでも赤城の山々だね、すごいね、川すごいな。あ、なんか向こうにかかってる橋も含めていい景色だよね。ちなみに結構坂の上にいます。あの山の上に出てるだけあるけど、あれじゃないよね。後ろ向くとこんな感じだからね。いやーすごい雄大だな、川綺麗に見えるね。いいね、あいいねいいね。でちょっとこのもやがかかった感じも最高にいいね。いきなり分岐だけども、ここじゃねえよな、すげえ見ちゃったこれ。え、こっち、こっちは、いや後だろ、木腐ってんだ、そこ。いやこっち行こう、通常の道行こう、わかんない、ちゃんと地図見てくれよかった。でも川に沿って行けば滝ってあるはずだから、あの利根川お城だよね今な。まあこっちでしょう、行ってみましょう。ああ、お不動様、そこお不動様の、ああ、そこ神社あるもんね、不動堂。ここは不動尊なんだろうね。あ、これは滝百選、棚下不動尊恨みの滝。これたって書いてあるか、あれかな、噂の上毛カルタなのかな、正しいかどうかわからないけども後で調べておきます。で、まあ恨みの滝と呼ばれてるってことだね。あ、なんか書いてある、棚下不動の滝遊歩道、こっちですね。あそこに見える滝なのかな、滝見えるよね。あれなのかな、行ってみましょうね。すげえな。ここら辺もだってもう川だけでもすごいもんね。でこの階段上がっていくと、よしよし行ってみよう行ってみよう。なんかこう上から見る不動尊良くないですか、こうちょっと屋根のところに苔が入ってる感じもなんかいいね、こういうの好きだよ。来ましたね、群馬恒例の、山道にあるロープ。これは行きよりも帰りに使うな多分、結構足元がぬかるんでたりするから。あ、だいぶあの滝に近づいたな。いや近くで見るとすごいね。で見てもらってわかるかな、滝の下に柵見えるでしょ、ということはつまり滝を裏から見れるんですよここは。いやー、あすごいすごい、これがっつり後ろ行けんじゃん、こんだけ岩がえぐれてるから中まで見入れると。あ、これは珍しい、日本百名滝すごいね、高橋さん、うどんすごいよ、行くよ、ぐわーっと、葉っぱがあって出先が見えない、素晴らしいよ。いやーすごい迫力だわ、これもだって10メートル先が滝壺だし、でこんだけ高いところから落ちてるのに滝壺そんなに広くないんだよね。で
上がこうどっから落ちてるかまで見える。うわーすげー、離した不動の滝、滝ハンターピエールゲットしました。落石の恐れあり、滝の近くでは見学は危険です、この金からお願いします。これ以上行っちゃいけないのかな。でもちょっと裏から行こうよ、裏から。なんかでもここら辺すごいぞこれ積み上げてんのどっかで見たけども、大丈夫なのサイの瓦的なの表してんのかな。あ、落石って、落石ってあそこだな、あそこが崩れ始めてるから気をつけてねって。あ、結構ひびも割れてんだね。まあちょっとじゃあ軽くだけ近づいて撮りましょう。これが後ろからの棚下不動。いやー美しいね、こう裏から見える。よくゲームとかでこう滝の裏に洞窟があったりっていう、そんな感じだよね。あとこの裏もすでにこう洞窟みたいな感じだもんね。いやー美しい、裏からはやっぱいいね。水量も今日多いし、多いんだろうけど、いやー分からんけども多分多い。まあというところでね、これから春から初夏夏にかけて滝の季節ですよ。氷瀑も良かったけどね、やっぱ水の雄大さはね、やっぱこうちょっとあったかい時じゃないとね行きづらいっていうのがあるからね。いやー素晴らしい、すごいね。あそこだけなんかとんがってんねいやーそして山からのこの緑よ。いやー新緑の季節は近いよ。紅葉がもうちょっと前にやったと思ったら、雪が溶けたら川になって、もうすぐ春ですね。もう春ですけど、いやー美しい、緑が綺麗だ。はい、というわけで本日は群馬県渋川市にあります浦見の滝こと棚下不動滝ということでね、ちょっと離れた不動産のところから今撮影をさせてもらってますというところで、いやー美しいね。そして目滝はどこにあるんだろうね。目滝は発見できませんでした。はい、アクセスの確認です。車でしか来れません、はじめに。関越道の赤城インター、これパーキングと一緒になってるんですけど間違いないでください。インターの方で降りてください。降りてから、20分、大型車の場合はちょっと行ける道が違ってたりするので、注意して調べながら来てくださいということでね、春が始まって、花を見てきて今度は滝というところで、久々の群馬だったけどね、いいもの見れたね。でこの日本の滝百選っていうのはね、群馬県3つあるらしいのよね。で3つのうち、吹割の滝と、この今回来ました棚下不動の滝を制覇したんで、残り1個、まあそのうち行きたいと思いますというところで、渋川市いいね。であとは例えばこの周辺って結構温泉とかもあったりするんでね、こう来つつ見つつ温泉とかっていうのもいいと思うんでね、ぜひ皆さん渋川市に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。